メガバイト131メガバイト131はフランスのブロッシュ社によって開発された爆撃機である。1936年に初飛行し1938年から量産開始したが、第二次世界大戦時には低性能をゆえに昼間、爆撃任務には使えず夜間爆撃や偵察任務に使用され、ポテ63から11の登場により、実戦部隊からは姿を消した。 メガバイト131は1933年に開発開始した爆撃偵察長距離支援機メガバイト130の改良型として開発された爆撃機である。メガバイト130は総発定翼で固定脚を装備した機体で1934年6月に初飛行したが性能的には機体外れに終わった。このメガバイト 130の足を引っ込め足に変更した型が良好な性能を示したため空軍では40機の発注を決定指名証もメガバイト131とすることになった。メガバイト131の試作機は1936年8月に初飛行した。しかし量産が開始されたのは2年後の1938年5月からで139機が生産された。 メガバイト131は全金属製のスマートな機体を持つ近代的な爆撃機であったが、原型機の開発開始から生産までに5年もかかっており、第二次世界大戦開戦時においてはやや時代遅れの感があった。また、そもそもの性能も開発当時の水準から見ても平凡なもので、開戦時の列強の爆撃機の中ではかなり見劣りするものだった。それでも、 第二次世界大戦開始戦時には75機が第一戦の舞台で昼間爆撃任務に就いたが被害が増大したため早々と夜間爆撃任務や偵察任務に配置替えとなった。その後、ポテ63から11頭の配備が進むと訓練機に転換されていった。休戦後は訂正のおにあまり使用されずわずかの機体が訓練機や標的機として使用されたが、 1942年に退役しすべての機体がスクラップにされた。ありがとうございます。